おはようございます。ウェザーニュースキャスターの角田直子です。今日4月12日金曜日の全国の天気をお伝えします。まずは天気のポイントを見ていきましょう。今日は北日本付近上空に寒気が流れ込んできます。ところどころで雲の広がる空となります。にわか雨にもお気をつけください。関東や東海の東部は低気圧の影響でにわか雨の可能性があります。家を出るときに降っていなくても折りたたみ傘をお持ちください。西日本は高気圧圏内となり広く日差しが届きます。ただところどころで雨雲が発生する可能性があります。怪しい雲にお気をつけください。ではここからはアイコンで全国の天気を見ていきましょう。沖縄は午前中を中心ににわか雨に要注意です。また関東や静岡、山梨は雲の多い空です。沿岸部中心に雨の降りやすい空となります。お出かけの際は忘れずに雨具をお持ちください。昼間もあまり気温が上がらず寒い体感が続きそうです。その他広いエリアで日差しの届く空となります。ただ雨アイコンのついていないエリアでも午後を中心ににわか雨の可能性がありますので空の変化に十分にお気をつけください。日差しの届くところでは朝晩と昼間との体感差に要注意です。全国のお天気をお伝えしました。それでは今日も元気にいってらっしゃい。